キャンゲームチャンネルアルファのお時間です。久々のね、収録になります。こちらのね、北斗の拳のリバイブ、花の刑事とコラボということでね、今回ためにためたね、この石でもう手一杯ね、もう出るまで回してやろうと、思います。でその前にですね、恒例の、こちら100列チャレンジでね、この石をね、貯めていこうと思います。今回のね、あのランキングガチャなんですけども、だいぶね、あのスルーしてきたんですよね。でガチャ運的にはですね、最近かなりあのついてたんですよね。だからね、今回大丈夫かなっていう不安があります。前回無料でね、引けたんですけど、無料でやってたね、ガチャね、それもね、コラボスト2かな、ストリートファイターかな、UR のね、キャラがね、2体もね、無料でね、出てしまったんですよね。誰だったかな、とんだど忘れしましたね。そういう感じで運をね、使ったのでね、まあ、今回、大丈夫かなっていう気がしてます。なんかね、不安ですね。で、花の刑事の、花の刑事じゃねえや、花の刑事か、合ってるのか、前田刑事と花の刑事と、もうこっちになってますけど、前田刑事がね、結構ね、アタッカーとしてもいいっていうことで、久々にね、皆さんたくさんね、ガチャ回してるんですよね。で今回ね、石が、今この100列チャレンジで、どれだけね、たまるかによって、どれだけね、回せるかが決まるんですけど、いや本当にね、ためにね、貯めてきたんですよ。で、あのソニックとかのね、コラボもあったんですけど、それもね、早い段階でね、出てくれたりしたんで、だいぶね、こう石がね、たまりにたまってます。今石が 98,741 個ですね。でこれ、あのとりあえずね、無料のやつ、回して、でこの辺はですね、もう全く、出なかったのでですね、超スーパー早送りしております。ジャギか、出たと思ったらジャギかっていうね、お前はいらないよっていう、持ってるのでね。おっ、アインかい、出ねえな、ダメですね、全然出る気配がありません。もういろんなね、ことをね、しながらね、アイコンをね、松風にしたりね、いろいろやってるんですけど、全く一個に出ません。もう出なさすぎです。すごい回し、おっ、ジャギばっかりじゃん、おかしいよ、なんで。一応ね、おっ、ハルコ、一応UR の中でも前田刑事が 0.2%、 他よりも 1% ちょっとね多いんですけど、ジャギがねもう2体出てますね。いやー、もういらないよジャギ、おっ、いや、ひどくないですか、ジャギ3体目。なんでジャギばっかりっていうね。はい、2体目ファルコ。こんなにかぶるかね。おーっと、来たよ。マジか。もう、ここまで来ると、このムービーも見てしまいたくなる勢いですね。4体目ですよジャギ。いや、か
確率っていうけど本当に確率なのかな、ここまで出ないもんかね。もうおかげさまでランキング1位にと言ってる間に、うーわまただよ、おー連続でまたアイン、これもう最悪なパターンですよこれ。ふわもう一応もうここまで来たらですね、このランキングもう1位をね、狙っていこうかなっていう気になってきました。はい、で今ねこれ1位ですけど、とりあえずですねあと11時間あるんで、様子を見ながらですねちょっと映像が飛ぶと思うんですけど、まあつなぎ合わせながらね、編集してね、行こうと思うんですけどもね、今これ時間経ってね、夜の21時でちょっと回してね今2位につけてます。いやーなかなか手強いですね、ここまでランキングガチャで、熱狂したのはね久々なんじゃないですかね。今までのね、山の不動の鬼人バージョンとかね、ありましたけども、ここまでね、いかなかったですね。やっぱ花の刑事だっていうのか、前田刑事、ま、この漫画自体はね、読んだことないのでね、あんまりこうストーリー的なのはねちょっとわからないんですけども、まあ名前はね、まあいろいろゲームとかでね出てるので知ってるんですけど、いやーっていうかここまでですね、もう1500回以上回してて一体も出てませんでね、今までランキングガチャでここまでね石使ったことは初めてなので、なんとしてもこのランキング1位をねもう狙う、そういう戦いになってきたなっていう気がします。もう前田刑事はもう出ないなと、もうジャギ兄さんばっかりね、4体ですか、もうこんなにね出まくられたらね、もう本当にちょっと嫌気さしますね、いい加減ね。とりあえずこの下のね宝箱で、5000ポイントでね、前田刑事がねもらえるので、それでまあもらって、あとはこのランキングで、ランキング報酬ですね、これでもらう感じですね。とりあえずもうこの1位をね狙うのにちょこちょこ、回しながら、行きたいと思います。もう石もね2357、もうカスカスですよ。9万9000ぐらいあったんですよ石。うわーちょっとやりすぎた感が強いですね。今後もあるのでやっぱり残しときたかったんですけど、いやここまで出ないもんかな、本当に初めてですね。今までのガチャ運が良かったのかどうなのかわからないですけど、今回はこれちょっと運営の人いじってんじゃねえのっていうレベルの感じですね。まあ他の方もまあ、ガチャのね、動画上げてる方いるとは思うんですけど、ここまで出なかった人っていないんじゃないですかね。おそらく日本で一番なんじゃないかなってちょっと自負してますけど、どうですかね。まあ、他の人のね動画ちょっと見てないのでね、わからないんですけど、まあ、とりあえず1位の人まであと130ポイント差だ、2回回せば、クリアするというようなね感じですね。で残り19秒、もう姑息なね手使いたくないんですけどね、このギリギリのところで回してね1位になるっていう姑息な手は使いたくないんですけど、使っちゃいます。
もうここまで来たらね、もうその1位を狙うというね、ラス1できるか、お、できないか、あ、終了した、あ、1位だ、おー、1位だ、はい、更新しても1位、初めての1位じゃないですかね、ランキングガチャでランキング1位。ちょっとね、最後は自分の意図反して、姑息な手で、ランキング1位ね、なっちゃいましたけどね。いや、それにしてもですね、ここまでね、ナチュラルに出ないランキングガチャっていうのは史上初めてですね。一応僕このね、アプリ配信してからずっと、やり続けてるんですけど、まあほぼほぼね無課金で、もう最近はね全く課金してないのでね、もうためにためてねやってきた結果、約9万8000いかないぐらい石使いました。それでこの状況です。まあ、とりあえずね、ランキング1位になったからね、よかったです。次のね動画の配信はね、いつになることとかわかんないですけど、またね過激に、ガチャ回したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴最後までありがとうございました。